チャーボくんゲームです。ミラピリ2021動画やっていこうので、今回はですね、週刊 FP ガチャから登場したこちらの FP ロナウドメイン賞やっていきたいと思います。ロナウドの週刊 FP 来ましたね。総合値マックス99。しかもこのロナウドがですね、めちゃくちゃ強いです。まず今回超強化された能力がオフェンスセンスにボールキープ、さらにボディコントロールということで、結構こうね、ドリブル力がまた上がってるんですよね。オフェンスセンスとボールキープが IM ロナウドがブーストかけた状態よりも強くですね、でブーストかけなかったら全体の能力ほぼほぼ勝ってる状態、あの IM ロナウドよりもね。しかも今週ライブアップデート A なんで、 IM ロナウドはねライブアップデートが B、 今週に限ってはこの週刊 FP ロナウドね相当強いかと思います。コニック QFP ロナウド名称を叩きましょう。週刊 FP ロナウド絶好調。このライブアップで映画ねやばいっすよね。さあクリスティアーノ・ロナウド行きましょう。 CR7 ですね。カウンターが刺さるからね結構。いやーくー、サウルにミドル決められちゃいましたね。さあラッシュフォード、ロナウドまた手がしぐ、センスの高さからねしっかりとやっぱ抜け出す。で1個ずらしてあげてこれ狙います。はいっちゃう。CR7 すぐさま2得点で逆転。さあオフェンスセンスの高さから抜き出していく。おいしょ、無回転飛んでったやばくね、あの振り抜きコンパクトなんですけど、きた、ロナウドオーバーヘッド。いや OK、 1回ずらしてあげて、ここはフィジカルで、ここはフィジカルで、ここはフィジカル、やばいやばい、フィジカルがマジで化け物すぎ。いやーまだ入んないか。先制されたけどね、ロナウドはもう逆転するしかない。やっぱ得点取るメンタル的にも強いからね。ロナウド浮かれてる、ロナウド浮かれてる、血でやばいですね本当に。まあ、プレイヤーパックのロナウドもそうなんですけど、基本ねロナウドの FP アイコニックはやっぱやばいよね。 OK、かわしてキックフィンズ速攻入れてからニア抜いていく。これいいっすね、やっぱオフェンスの高さで前線での動きもかなりねキレも上がってますし、ここはエッジターントラップ系でフィジカルもう無敵無敵だもんね。そこ抜け出していく、こういうところ、もう無敵無敵だもんね、そこ抜け出していく、こういうところ、ビエラさえも片手で吹っ飛ばしてね、イエーイ、幸せ1試合目からとんでもないオーバーライン、先制点やれたけどね、ロナウドね強すぎるの言葉しかないよね。こういうところもねオフェンスの高さでしっかり最後抜け強さね、まだまだいきましょう。 IMK 週刊 FP ロナウド絶好調、ラッシュフォードも引いてきました。お相手もロナウドいますね。てか絶好調ロナウド本当にエグいっすね。エッジ、うわそれ止めるか、ちょっとショートコーナーで攻めましょう、あえてね。いやドリブルキャいやドリブルキャめちゃくちゃ集中しましたよ、あのエリア。まあドリブルの細かさもねロナウドの売りですね。ボールキーパー、わっちょピッパッピッポー、ギャー、ロナウドで決めたらロナウドで決め返されましたね。今のはやられた。デヨング来た、オッケー、シンプルに出て決めます。まあ、あのフェイント後キックフェイント速シュートみたいな形ですね。ドリブルの質がかなり鍵、いやうまっ、え、待って、うまい、うめえ、パスといい、ネイマールのファーストタッチという全てが完璧でしたね。2対2。かなり痺れる試合ですね。2対2。こっからね、追加点と、あちょっと待って、え、嘘、ちょっと待って、マジか。ちょっと待って、マジか。鬼の失点します、3失点。イエス、いいか、中央突破、よし、いやー止めるか、まだある、ロナウド、うわーお前の無理が、
ナイス、ある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 。いやマジでロナウドいる。あるで、ここ来た、決めよう。うわー、最後決まってれば完璧だったけどな。あと行きたいと思います。今の感じは勝利。ドリブルがね、めちゃくちゃ、そして絶好調。1試合目はね、ミドルシュートがね、基本みんな形で。さあ、で、ロナウドサイドに出てる。さあ、スピード乗るか。切り込んでいく。で、こっちですね。キックフェイント、サークシュート!ユナイテッド時代のね、ロナウドみたいなドリブル出ましたね、今。フィネス。さあ、そして突破。ドリブル、バスト、緊急停止系、うわっ、ティンかな、返してないです、ドリブルからの得点ですね、あのクリバリ抜いたバーストがね、かなり良かった、きたー、さあ、フィネス、縦、速い、はい、この推進力、エッジターンから決めるやつ、多分今、ディフェンス。プジョルですね、あそこの位置から多分入らないと、睨んだところの瞬間をね、決めるからね、ロナウドは。コントロールカーブどう、コンカも強い。コントロールカーブどう、コンカも強い。なんかデルピエロみたいなコンカ打ちましたね。コンカもなんか凄まじい。もうロナウド何でもできちゃうのかな、ほんと。やばいぞ、オーウェンは。オッケー、オッケー。開いた。ローラード、いやー、間に合うか。これ、絶対間に合わないと思ったけどね、今。出してみたものの。オッケー、ローラード、4得点。P、ローラード、ラストシーン、いきましょう。シュークン、FP、ローラード、いきましょう。好調。さあ、ラスト CR7 いきましょう。ローラード、こっちから攻めます。よし、オッケー、にゃー、ドリブル強い。よし、オッケー、にゃー、ドリブル強い。さあ、まずはボールキープ、ボディコン力、ドリブルでね、オフェンスの高さとかも効いてると思うんですけど、よし、で出てきたらパス出します。よいしょー、強い。ことで終わりで、ここで終わりパターンですかね。まあ、前半の最初まで終わったんでね、次ラスト試合ね、行こうかな。 IMQ の男を争う、絶好調を引いてラストランナーでいきましょう。うわー、ノールックパスか、メッシやばい、オッケー、救世主やばい、やばい、やばい、オッケー、救世主、救世主ファンダイクですね、今のは。いやー、今入ったと思ったね、一瞬。ラッシュフォード、ロナウドが走ってる。ラッシュフォード、横パスでいいよ、これ。シンプルに決めよう。オッケー、倒れるけど、ナイス。まあ、今のはもう気合のゴールですね。倒れながらも押し込むスタイルの気合ゴール。よし、オッケー、止めていく。さあ、で、うわー、ここで終わりかー、前半ゼロ。はーい、行きましょう、後半。ロナウド。いい、よし、こんかー、あー、やばい。おい、ファンダイクやばいね。いい、いい、いやー、鳥のキレ抜群すぎでしょ。オッケー、ということで、ここで終わりでゲームですかね。ピーローナード習慣も当たった方はね、ずっと使えるレベル強いから、ね。今回ね、習慣 FP ローナードメイン仕様でした。相変わらずね。やばい、ちょっとしますね。また皆さん使って試合をやっていくんで、ね、皆さん遊びに来てください。よし、さよなら。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクープレイプロー。